はい、皆さんこんにちは。世界では中国の不動産開発大手のエバーグランデグループの負債33兆円、そして国内では10月29日の自民党総裁選で河野太郎氏を抑えて岸田文雄さんが当選したということになってますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、2019年の春2月14日よりロサンゼルスのブラム&ポーでスタートした展覧会パレルゴンに際して、2020年の12月29日に出版された同名のカタログ、このパレルゴン、ジャパニーズアートオブザ 1980s and 1990s を下敷きに、1980年代から90年代の日本現代美術にフォーカスします。その後にグローバルなアートマーケットにおけるアジアの動向をサクッと見ていきたいと思います。久々にモモニューヨーク以来、作家ではなくって日本のアートシーン、そして美術史に巡る展示について話します。でですね、展示の内容なんですけど、この LA での展示は2期に分かれて3ヶ月間開催されています。で、両期を通じてですね、総勢25名の、日本人の作家が紹介されています。で、第1期はですね、2月14日から3月23日に行われたんですけど、出品作家は、荒木信義さん、畠山直也さん、池田良二さん、石川幸恵さん、宮島達夫さん、中村和美さん、大竹新郎さん、小沢剛さん、高梨豊さん、椿昇さん、柳幸則さん。で、第2期は4月6日から5月19日、まで。で、出品作家はミュージシャンの愛さん、灰野健二さん、木村祐樹さん、森真理子さん、中原光大さん、中村雅人さん、岡崎健次郎さん、大友義秀さん、佐藤仁さん、スモールビリッジアートセンター、渡辺克美さん、柳幸則さん、矢野部健二さん、横尾忠則さん、サイコバブのよしみさんとなってます。で、開催場所はですね、ロサンゼルスのブラム&ポーがメインベニューなんですけど、同じくですね、 LA のですね、野中ヒルギャラリー、このベストクリーナーっていう看板がすごく目立ってるんですけど、ここでの共同開催もあって、厳密には2カ所になります。で、参加アーティストを読み上げながら気づかれた方もいらっしゃるとは思うんですけれど、このですね、愛さん、灰野健二さん、大友義秀さん、吉見さんはですね、1980年代から90年代のジャパノイズと呼ばれる日本のアンダーグラウンド音楽シーンを牽引してきた、海外でもかなり、評価が高いミュージシャンたちで、で、佐藤仁さんはですね、その当時のですね、写真家なので、その当時の日本のアンダーグラウンドなミュージックシーンをドキュメントされた写真家になります。で、この展示はですね、芸術的実践と音楽的実験を掛け合わせた展示×パフォーマンス形式になっています。で、具体的にはですね、会期中にですね、こうやって音楽のライブパフォーマンスを、やっています。で、これがこの展覧会、これまでの日本の芸術を海外に紹介する展覧会は行われてきているんですけど、それらと比較してもらう音楽的実験とアートの展覧会に大々的に組み込んでいるキュレーションが、この展示パレルゴンの画期的な点です。で、この224ページのカタログもですね、後半部分がですね、このほぼ当時のですね、日本のアンダーグラウンド音楽シーンについての予想以上にページが割かれています。こうやってですね、で、ジャケットとかもあるんですけど、で、もう一つの画期的な点はオーラルヒストリーで、口述記録です。で、1980年代っていうのは比較的まだ近年の芸術活動なので、作家がまだ存命で生きています。で、大体平均弱い60代なので、記憶もまだ衰えていないので、展示の、関連イベントとしてアーティストたちによるラウンドテーブルなど、当時のことをアーティストたちから直接話を聞くっていう機会を設けて、その記録をこのまとめてですね、まとめたインタビュー、提談っていうのもこのカタログにふんだんに盛り込まれています。
このオーラルヒストリーというのは90年代以降を注目されるようになった歴史家が示すこの大文字の歴史が全てではないっていうか、その当時を生きた人たちの証言も含めて歴史を紡いでいこうっていう方法論で、この観点からもこの展覧会っていうのは大変意義深い点ものだったと思います。でこのキュレーターはですね、吉武美香さんという方なんですけど、インディペンデントキュレーターなんですけど、彼女についてはすぐ後述します。で展示のこの展示の動機モーティベーションはですね、開いたブラマンダ・ポーによると、本展は60年代末から70年代のモノ派という芸術動向の台頭と、1990年代前後に登場した村上隆さんや奈良美智さんといった作家で知られるネオポップと呼ばれた世代間の間に横たわる、80年代について掘り下げる、試みになってます。ご存じない方にちょっと一般的な説明をすると、モノ派っていうのは関根信夫さん、李友藩さん、菅岸雄さん、高松二郎さん、成田、勝吉さん、吉田勝郎さん、小清水進さん、江戸倉浩二さん、犬巻浩二さん、野村仁さん、原口則之さん、高山昇さんらによる1960年代末から70年代初頭にかけて現れた具体と並ぶ戦後の美術史の重要な動向でです。で主にですね、木や石や鉄や紙などの素材をほぼ未加工なまま展示することによって、自由に物との関係を探ろうと試みた一連の作家を緩やかに指します。でこのモノ派のモノっていうのは別にモノ物質に限らず、そのことや状況っていうことまで広く含めた、その哲学や思想と強い結びつきのある運動として捉えられています。でこの具体っていうのはですね、1954年に大阪を中心に行われた芸術運動だったんですけど、戦前から関西における前衛パイオニア、アバンギャルドのパイオニアとして、活躍されていた吉原二郎さんをリーダーに、若い作家によって結成されたグループで、これは後にですね、フランスの作家そして評論家キュレーターとして活躍するアンフォルメルという運動を牽引したミッシェル・タピエという人がいるんですけど、その彼との交流により海外進出を展開を果たすっていうグループです、具体は。でちなみにもう一つ、ネオポップっていうのはですね、中原浩大さん、村上隆さん、中村雅人さん、太郎知恵蔵さん、奈良美智さんら、バブル経済が崩壊後の90年代前後に登場した若手作家の総称になります。でコミックアニメーションなどのサブカルチャーのイメージや周知されたビジュアルを自覚的に作品の中に取り込んで大胆に変換させるという、このアプロプリエーションで東洋芸術っていう文脈、そしてあとはサンプリングやシミュレートションニズムっていう1980年代 のアメリカを中心として芸術運動との関連も示唆されるんですけど、そういうことから、その彼らの作風からネオポップ、ここにあるんですよね、ここにある感じの、作風でネオポップと名付けられています。話を80年代に戻すとですね、その80年代の当時の現象っていうのは、ポストモノ派やニューウェーブ、新潮流などと呼ばれたんですけど、その実態が明確に語り継がれて、その検証されるっていう作業がまだ道半ばだったと。だから深く検証、展示をすることで検証したいっていう意図で始められています。でこのモノ派という芸術動向の台頭とネオポップの間にあるアートについて掘り下げる試みって言いましたけど、この展示のキュレーターであるですね、吉武美香さんはですね、ちょうど7年前の2012年に太陽へのレクイエム、モノ派の美術というレクイエム・フォー・ザ・サン・ディ・アート・オブ・モノ派という題した展覧会を、また同じくこのブラム&ポーで企画しています。でこれは戦後の日本の美術
モノハに関するこれまで最も包括的な英語の研究として評価が高く、同時にモノハの作家とその作家群、作品群を海外のオーディエンスやアートコレクターに紹介して国際市場で注目を浴びるきっかけを作った展示としても高い評価を受けています。で、展示名についてこのパレルゴンっていうここに書いてあるんですけど、パレルゴン、皆さんご存知でしょうか。これはですね、アーティストでかつ芸術哲学研究者である藤井正美さんがですね、1980年代初頭に東京で、営まれていた現代美術の先鋭的な画廊パレルゴンに由来します。で、1981年から87年に東京の神田に存在して、80年代のニューウェーブの動向と結びついた多くの日本人作家を紹介してきたオルタナティブな画廊です。で、私もですね、このカタログを見る1週間前にそのパレルゴンっていう画廊を知ったんですけれど、一瞬ですね、オーディオスピーカーの JBL の、パラゴンっていうのと、横長のやつなんですけどのものとスピーカーと間違えましたんですけど、それは置いといてですね、パラっていうのはその隣接するっていうか補助的な部分っていう意味なんですよ。で、エルゴンっていうのがラテン語で作品になります。つまり作品に隣接する補助な部分ということで、絵画でいうと額縁や彫刻でいうと台座っていう、そのメインのところではない周辺的な部分ですよね、補足的な部分で、これはひいては展示の空間、そのギャラリーっていうものにもなるし、作品に対する言説っていうものにも、作品にまつまる補足部分、情報とも言い換えられます。で、このパレルゴンについてはですね、藤井正美さんはですね、芸術哲学文化評論に詳しく、当時学生時代友人に勧められたジャック・デリダの1978年のエッセイの「パレルゴン」というから撮ってます。で、このそのアートのフレームワークという意味のパレルゴンをギャラリーの名前にするっていうこと、その発想っていうか、その普段見えない補足的な部分をちゃんと権限するっていうか実現するっていうところが藤井さんの素晴らしい矛盾的な行為ですけど、非常に素晴らしい功績だったと思います。ここら辺の内情についてはですね、インディペンデントキュレーターの長谷川新さんによる展覧会を消費するのではなく浪費しようというコンセプトで、2016年から17年の1月から2月にかけての1ヶ月ほどの間、大阪をメイン会場にほぼ1年間を置いて同じ展覧会を繰り返すという形式の展示、クロニクルクロニクルの関連イベントとして東京の時アートスペースにて、外苑前の夜と題した定談形式のトークに招かれて、2016年の年末に藤井さんが当時の状況を語っているのを発見したました。で、投稿者 の方どうもありがとうございます。で、ご関心のある方はそこでリンクを貼っておきますのでご覧ください。当時の状況が如実に語られています。